ベイセックスは軽量なネイティブ XML データベースシステムである。GitHub 上のコミュニティプロジェクトとして開発が進められており、大規模な XML 文書やコレクションの保管、紹介、資格化に特化している。ベイセックスはプラットフォームに依存せず動作し、緩やかな規約のフリーソフトウェアライセンスの下で配布されている。他のドキュメント指向データベースとは対照的に XML データベースはザパスやザクイリなどワールドワイドウェブコンソーシアムが標準化したクエリ言語をサポートしている。ベイセックスはこれらの仕様に加えてアップデートファシリティおよびフルテキスト拡張機能にも対応している。付属の GUI を使うと対話的な検索処理やデータの分析が可能でリアルタイムにザパス、ザクイリの式を評価することができる。 ベイセックスでは、XML 文書の格納において、XML 機構造を表形式で表現している。データベースは単一のドキュメント、またはコレクションのためのコンテナとして動作する。ザパスアクセラレータのスキームエンコーディングとステアケース、ジョインオペレータは、ザパスロケーションステップの高速化を鼓舞する。さらにベイセックスは、経路探索、属性検索、テキストの比較や、 全文検索のための様々なインデックスを備え、パフォーマンスを向上させている。ベイゼックスは、コンスタンツ大学のクリスチャン GRN によって2005年に活動を開始した。以降、2007年に BSD ライセンスに移行し、オープンソース化された。ありがとうございます。